じゃあ、まずさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、最後はですね、トレーニングをやった後っていうのは、体が壊れているような状態なので、しっかり回復を早めるために、クールダウンをやって終わりにします。で、最初のウォーミングアップの違いは、こちらは、いわゆる静的ストレッチといって、ゆっくり息を吐くことによって伸ばしていく。そして、目をつぶることによって、筋肉を意識しやすい。で、骨を意識しやすい、体の姿勢を意識しやすくなりますので、伸び足りないなって方は、目をつぶりながら一緒にやっていきましょう。では、まず長座の姿勢を取っていただいて、骨盤の横に手を置きます。で、一度お尻を引く。そうすることによって骨盤が立って、もうこの時点で腿の部分が若干伸びてくる感じ。で、手を膝の上に乗せて、前に歩かせるように、そうですね、この状態で歩かせるように、いけるところまで行ったら、吐く息で伸ばしていきます。もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばします。なので吸って、口から吐く息で、少し負荷をかけていきましょう。OK、手を戻していって、体を起こします。今度は片方の足を開いて、右側を開きます。で、左足を自分の方に寄せていきましょう。このような感じ。で、左手をぐっと上げていただいて、右手で手首をキャッチします。はい。で、そのまま、ずっと倒していって、右の胸と膝がくっつくようなイメージで倒して伸ばしていくと、左の肋骨から脇、そして右足が伸びていきます。吐いて、なるべく反動をつかないように、腕を引っ張ってあげるとより伸びていきます。はい、ゆっくり起き上がらせて、ね、今度は膝。の横に両手を置いて、前に歩いていって、足周りをもう少ししっかり伸ばします。目線は指先を見ていきましょう。はい、戻して戻して。では反対側行きましょう。左足にして、右足に上げたら、右手を上から持てて、左の手で手首を出してぐっと伸ばします。はい、戻しましょう。膝猫に手を置いて前に進んで全体伸ばしていきましょう。はい、戻して戻して。では次は足を開いて、両手をまた後ろについて骨盤を一回立てます。で、前に手をついて歩いて、ぐーっと遠くに手を伸ばして伸ばして、全体伸ばしましょう。呼吸は息を吐きながら、そして目線は指先を見ていきます。はい、では床を戻していって、今度は足をつま先内側、外側、ダランダランとブラブラしていただいて、動かしながら股関節に、股関節からグリグリ動かすようなイメージを持っていきます。1、1、1、下半身に血液を回していきます。OK、では次は膝を上げて下げて上げて下げて、パタ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 。パタパタと動かしていきましょう。はい、OK。では足の裏と足のくっつけて、かかとを自分の方に寄せて、内ももの付け根を伸ばします。肘は足の付け根に乗せる、ももに乗せるような感じですね。そう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 。うん。ぐーっと倒して。はい、OK です。まあ、このような形でクールダウンまでして、あ、今日今回トレーニングですね、はい、全工程を終わりましたので、はい、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、皆さんもですね、全てやる必要はないですけど、時間があるときに、やっぱり
骨に刺激を与えるっていうのは非常に大事ですし、まあ、あの与えないからこそ、まあ、骨粗しょう症になったりとか、あの姿勢が悪くなってしまって、まあ、肺だったりとかに負担がかかってしまうと肺がんになったりとか、まあ、今コロナのね、あの怖い時期ではありますけど、姿勢を良くするってところで骨に刺激を入れるっていうところを、あの常に、まあ、日常生活を意識してあげると、まあ、あの生活の質が高まりますので、まあ、そこはですね、自分の体を大切にするというところをあの一緒にできたらなと思いますので、はい、ちょっと皆さんもぜひよろしくお願いします。ではご協力ありがとうございました。ありがとうございました。やっとさんでーす。